どうもこんにちは、今日はですね、原薬とか弾薬にめちゃめちゃ役に立つ、ブログ、参考になるブログを紹介したいと思います。以前にも紹介したことがあるんですけど、ワイパックスさんのブログなんですけど、知ってる方はもう知ってると思うんですけどね。もう僕の動画を長く見ていただいてる方だったら、知ってる方も多いかなと思うんですけど、もう一回ね、最近来られたばかりの方も多いので、紹介しておきたいと思います。以前にね、紹介動画2つ作ったんですよ。もうだいぶ前で、今見てみたら、2018年の8月29日に作ってますね。もうだから1年半ぐらい前に、紹介動画を作ったんですけど、ワイパックスさんっていう方が、ワイパックスさんっていう、ワイパックスさんっていう、なんていうのかな、ペンネームというかハンドルネームなんですけど、ワイパックスさんっていう方なんですね。で、そのワイパックスっていうのは薬の名前なんですよ。ベンゾジアゼピン系の薬で、よく飲まれている方が多い、ベンゾジアゼピン系の薬で、それがワイパックスっていう。で、ご自身もワイパックスっていう薬を飲んでおられて、でそれを少しずつ少しずつ水溶液原薬で、原薬して弾薬まで持っていかれたっていう方なんですね。で、この方のブログは本当に整然と書かれてるなというふうに思うんですよね。いろいろ、原薬関係のブログを、最近僕あんまりブログ見ないんですけど、人のブログはね、一時期こう検索していろんな方のブログ見てたことあるんですけど、一番ね、整然と書かれてましたね。自分がその原薬始めてから原薬弾薬まで至るまでの間の記録を本当に細かく書かれてるし、でその間どういうその体調があったかとか心持ちだったかということも細かく書かれているので、このワイパックスさんの場合はワイパックスという薬ですけども、それはもうベンゾジアゼピン、どのベンゾジアゼピンにも当てはめられると思うんですよ。デパスでもそうやし、僕が飲んでるサイレスとかランドセンに対しても当てはめられると思ってて、やっぱりね、そのこのワイパックスさんも、水溶液原薬で少しずつゆっくり時間をかけて減らしてはるんですけど、それでもやっぱり一筋縄にはいかないんですよね。それでも我慢強く、減薬していって、弾薬まで、持っていかれたというのは素晴らしいし、でその間の記録を細かくね、すごい几帳面で、しかもね、頭がいい方やと思うんですよね。すごい、理路整然と書かれているので、本当にね、一読に値するブログやなというふうに思うんですよ。で、僕はね、だから普段そのアシュトンマニュアルと、このワイパックスさんもアシュトンマニュアルを読んで、参考にされてるみたいですけど、アシュトンマニュアルと、あとウィキペディアのベンゾ関係の、記述で書いてあるページ、何個か読んでほしいなと思って、いつもその動画のリンクに貼ってるんですけど、それプラス、そこにプラス、このワイパックスさんのブログも加えてほしいなと思ってて、そういう思いも込めて、1年半ぐらい前に動画にしたんですけどね。だから最近来てくれた方で、僕の動画をね、ずっと遡って見てくれてる人だったら、こんなんあるんかなと思って見てくれる人もいてたかもしれないけど、なかなかそこまでね、目が通せてないという人もいてると思うので、今回もう一回紹介してみたんですけども、でこのね、そのワイパックスさんのブログっていうのもやっぱりその、これは何ブログなんかな、FC2 ブログですね。 FC2 ブログで、なので、かなりね、文字数が多いんですよ。なのでこれをね、やっぱり、この間も言ってましたけど、これをね、スマホで読むっていうのはね、
ちょっと僕スマホ持ってないからどうも何とも言えないんですけど、ちょっとこのブログをね、あのスマホで読むというのは無理があるんちゃうのかなというふうに思うんですよね、うん、なので、ちょっとねこう iPad みたいな、あの iPad じゃない、 iPad 高いですからね、 iPad じゃないような、あのあれなんていうんですか、こういうやつ、ちょっとタブレットでちょっと SIM 入れてちょっとネットにつなげられるようなやつか、あとまあこう何やろ、携帯そのスマホでつながってた、あと Wi-Fi でつなげられるんですかね、その辺ちょっと僕詳しくないんやけど、こうタブレットで最低でも見れるようにしたらいいんちゃうかなと思うんですけど、これからその自分がまあいろいろどんな薬飲んではるかわからない、一人一人違うと思うんですけど、まあ真剣に、水溶液原薬でゆっくり時間かけて減らしていこうと思うんやったら、まあ絶対一回は読んどいた方がいいと思いますね。はい、すごいあの役に立つことやから、あのアシュトンマニュアルもまあそのなんていうのかな、原薬のバイブル的な存在で、すごいまあアシュトンマニュアルもまあ、読んでおくべきその書物っていうか、うん、まあ論文なんですけど、だけどまあアシュトンマニュアルはやっぱり書かれたのがやっぱ古いし、やっぱイギリス人の博士が書いているので、ちょっと日本の実情とは合わへんところもあるんですよね。そのジアデパムに置き換えてから抜くとかっていうところはちょっとなかなか日本の現状では難しいなというところもあるので、うん、だからこのワイパックスさんみたいに、まあ、実際ね、日本でワイパックスっていう薬を出してもらってて、こう水溶液原薬でだんだんこう減らしていったっていうのを、記録している方、細かく記録している方っていうのは、本当に珍しいに違うかな。で、あとその原薬の考え方とか、で水溶液原薬の手順とかも書かれてますし、本当にその原薬全般のことについても書かれているので、すごいね、本当にこれ一回読んでほしいなと思いますね、はい、それぐらい、うん、なかなかこれねスマホではなかなか見れへんと思いますよ僕ね、うん、やっぱタブレットぐらいの大きさの画面で読んでほしいなと思います。ちょっとそれねタブレット用意するのお金かかるけど、だけどやっぱりその原薬に失敗したら、まあ1年とか2年とかってもうあっという間に過ぎてしまうんですよ。何にもせんうちに、薬も減らへんうちに体調悪くして、うん、その状態でもうどんどん時間が過ぎていってしまうんですよね。それはもうすごいねもったいないなと思うので、うん、ちゃんとねやっぱり最初しんどいかもしれへんけど、勉強する時間というのかな、勉強よりもそんな大したねあれでもないと思うので、時間とって、こういう自分で知識をつけるということが大事だと思うんですよ、はい、僕の動画見てその 10% とか 5% でいいんかなと思う、それだけで 5% とかって言って減らしていっても、絶対そのね壁にぶち当たった時にこうすぐにこう諦めてしまうというか、自分自身の中に本当にこれでいけるんやっていうなんか根拠みたいなもんがないとすぐくじけてしまうと思うんですよね。だからある程度自分で知識入れて、その僕が言ったことを聞いてそのままそれをやるって言うんではなくて、ほんまに自分で勉強して理解して、でこれで絶対いけるんやっていう確信持ってやったら絶対成功すると思うので、そんな感じですので、ぜひ読んでいただきたいなと思っています。それでですね、僕ずっと思ってたんですけど、そのワイパックさん YouTube とかもやったらいいのになってずっとね何となく思ってたんですよ。でそうしたらね、最近 YouTube 始められたみたいで、YouTube の、動画も上げておられるんですよね。でまだそんなに本数上がってなくて、ですね、3ヶ月前から始められたんかな、ワイパックス水溶液原薬っていう、
ブログと同じ名前のチャンネルを作られたのかな。まだね、チャンネル登録者が39人なんですよ。40人ぐらいしかチャンネル登録してないんですけど、まあね、ぜひね、チャンネル登録していただいて、この動画全部見てほしいと思いますね。まだね、3ヶ月前から始められたばっかりで、動画が2、4、6、8本しか上がってないですけど、全部ね、いい動画やと思うんで、はい、僕が説明しきれてないところまでちゃんと説明してはると思うのでね、まあ、向精神薬の原薬の基本とか、ゆっくり、なんでゆっくりせなあかんのかとか、離脱症状とか常用量離脱の説明とか、まあ、水溶液原薬の手順も説明されてるし、その力化とかね、その換算表のことも、されてるし、はい、ただね、この YouTube に関してはちょっとそのワイパックスさんが顔出しもしてないし、まあ、自分の言葉でも言ってないし、こうテキストで書いて、でそれをなんていうのかな、自動で読むやつあるんですよね、今ね。なんかそれでなんか自動のなんかソフトでなんか読ませてるみたいな感じなので、ちょっと不自然なところもあるけどもね、はい、本来やったらそのワイパックスさん、まあ、顔出し線でも、ワイパックスさんの声で、言ってその説明とかねしてくれてたら一番いいかなと思ってたんですけど、はい、まあでもまだ3ヶ月 YouTube 始められて3ヶ月なので、まあこれからね改善したいかあるかもしれんし、はい、まあ今回このこうそのブログと、YouTube チャンネルの、まあURL を、下に貼っておきますね。なので、まあ、ブログはこうブックマークしていただいて、でチャンネルはチャンネル登録していただいて見てほしいなと思います、はい、またこのね、やっぱりね、僕と違って無駄なことはしないというか、すごいね理路整然とした動画をなんか少数精鋭というのかな、必要最小限というか、うん、必要なものだけをこうピックアップされてるなという感じするので、また機会があったらこう動画一個一個についてちょっと僕が感じたことなんかを言いながらちょっと紹介とかもしていきたいなと思ってるんですけどね、はい、やっぱワイパックスさんももう原薬弾薬されてもう何年もたたはるんですけど、やっぱりその自分がそんだけ苦しんで減薬したっていうその経験があるので、なんとかねその今苦しんでる人、自分の後に続く人に失敗してほしくないなっていう思いでやっぱやってあるんですよ、うん、なので、本当にねやっぱ僕もそうなんですよ。やっぱりねなんていうのかな、その最近ね僕のチャンネルも1000人超えて収益化とかなんで広告とかつくようになったけど、あんまりそれの目的でやってるわけではなかって、ほんまになんていうのかな、今後今現在飲んでる人とか、今その原薬で苦しんでてどうしていいか分からへん、お医者さんに聞いてやってもうまいこといかへんで、お医者さんにこう質問してもうまいこと答えてくれへんっていう人のためにちょっとでもなんか力になれたらいいなと思ってやってるんですよ。で、まあ、このワイパックスさんもまあそういう感じでやってはると思うんですよね。ほんまに自分がその他の人から教えてもらって助けてもらったから、まあ、今度はちょっとでも他の人の力になれたらいいなみたいな感じなんですよね、はい、まあ、そんな感じで今回はちょっとワイパックスさんの紹介、また今後またたびたび紹介していきたいと思いますけど、ぜひ、ブログと YouTube 見てみてください。めっちゃ役に立つと思うんで、はい、そしたら、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございます。はい、ピピちゃん。